私も今はバッグを持つ時代になってるんですけども、これと一緒ね向き合っていこうと思った時に一番不評だったバッグっていうのがこちらのバッグで、はい、本日ですねこちらメンズのボディバッグをご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、そろそろ春になりますので、皆さんねこういったちっちゃいボディバッグが必要なんですよ。っていうのもなんでかというと、今までは冬場ってこういったダウンジャケットの時はポケットがいっぱいあるから、スマホとかタバコとかね鍵とかそういうのがもうすっぽり入るんやけども、こういった薄着になってきた時に入れるところがないんですよ。でね、この胸ポケットとかにタバコ入れてもいいんやけど、それも昭和のおっさんがいって言われたらそれはそれで恥ずかしいから、まあ男子も今はバッグを持つ時代になってるんですけども、ここにある中でねアンケートでめちゃくちゃダサいっていう評判があったバッグもあれば、いやこれめっちゃかっこいいですよねっていう評判のあったバッグもありますので、まあそれ全部持ってますのでね、まあご紹介していきたいなということで、一個一個かけていきたいなと思います。まず一つ目っていうのがですね、まあド定番からいきましょうか。こちらがですねノースフェイスのスイープというバッグになっておりまして、これがもう一番ノースフェイスで人気ある一番最初に買うボディバッグといえばこれなんですよ。でこれええんですけども、僕はもう全然気に入ってないので、いつも僕のおすすめ度は低いんですけども、まあこういった服装にそもそも似合わへんっていうところもありますけどもね、まあこうやって使ってる時に使い勝手がちょっとね噛むっていうところがあるんですよね。このフラップのせいでちょっとグッて噛んじゃうっていうところが結構使い勝手が悪いっていうところもあったりしてて、まあ僕あんまり好きじゃなかったりするっていうところね、正直にお話しさせてもらいますけども、けど世間一般的にはこれはもう人気のバッグになっておりますので、ね、これがまずスイープというバッグになっておりました。そして次がですねめちゃくちゃ人気のないバッグですね、こちらズドンということでアロー8というバッグがあるんですけども、こちらアークテリクスのバッグになってるんですけどもね、ご覧の通り少しサイズ感が大きいんですね。でこの大きさっていうのが非常に若者受けが悪いということでね、ちょっとおじさん臭くなる郵便局員さんみたいになってくるということで、郵便局員さんはあれ仕事でやってるからいいんですけども、これを、まあ、私服で持ってなってくるとちょっとどう思ったらよろしいのかがあんま分からへんくなってくるよねっていうことで、アンケートでは非常に評判の悪かったバッグではあるんですけども、結構ね容量とかでかいから、例えばねこういったメモ帳とかもすっぽり全然入るし、すっぽり出せるようなサイズ感やから、人によってはめちゃくちゃ使い勝手がいいかもしれんけども、見た目から考えるとダサいという意見がありましたね。まあ僕はそう思ってるかどうか知らんねんけども、確かにこうあんま見慣れへん大きさですよね。普段あんま見えへんような大きさになってるので、まあちょっとどうかなということがあったりだとか、で次がですねこちらのバッグですね。えらいなんかおしゃれなやつ持ってるやんかと思うじゃないですか。で後ろもねこれスマホ入れれるようになってね、後で紹介しますけども、マカ2マンティス2ってやつもこれと同じ仕様になってるんですけども、これはですね僕ちゃんが作ったリュックバッグになっております。だからねこの自分の作った服にぴったり合うっていうね、ちょっとしたこういった宣伝も入れさせていただくんですけども、ちょっとおしゃれする時のねボディバッグないなとかと思ってある方は、スポーティーなんもいいんやけども、ちょっと大人っぽさって言ったらレザーとかでもね、こういった合わせなんか非常にいいんじゃないかなということで、ね、非常にいいと思いますっていうことをもう一回押しておきますけども、こういったバッグがあると。でちなみにこれはですね小サイズとあと大サイズっていうのもあって、このようにですねワンサイズ、上の方がワンサイズちっちゃいやつで、下の方がワンサイズ大きいやつで、だいたい 2.5 センチくらい大きくしてるんですけど、理由は長財布入れる人は下大きい方で、長財布入れない人はもう上で OK、 ちっちゃい方で OK なんですけども、それで1000円ぐらいね値段が変わりますので、まあそういったバッグいいですよと。で次がですねこれはもうアメリカ好きの人にはたまりませんね。何かと言いますとですね、こちらミステリーランチというバッグのヒップモンキーというモデルなんですけども、何がええってやっぱりとにかく黙ってね、このアメリカのタグつけといたらもうそれだけで好きな人ってそそられるんですよ。うわアメリカのタグついてるやんってなったり、メイドイン USA とかにとにかく弱いんですよね。そういう人はこういうのがいいかもしれない。っていうのもあんまりちっちゃかったりしたら旅行とか持ち歩きづらいんですけども、もうこれねちょうど旅行とかでいいんですよ。サイズ感的にもパスポート入ったりとか、あとそれでいてペットボトルとかも入るしね。ほんで多少の水やったら大丈夫なように裏にねコーティングされてるんですよ。裏コーティングされてるから多少水とか来ても中まで通さないっていうのがあるので、カメラ持ってはる人とかやったら、あのレンズね、一眼のレンズとかこれ入れるのもめちゃくちゃいいと思います。濡れないしね。であとそれ以外にやったら夫婦で出かけたりしたら、だいたい奥さんのねハンカチとかそういうのもここに入れることになります。であんたそれ大きいねんから入れといてくれたらいいやんで、ね、持っといてよって言ってね、はーいって言うとこれ入れとくことになるんですけども、まあ、これそれぐらいちょっと使い勝手のいいねサイズ感になってるんじゃないかと。ちょっとあの1日デートぐらいやったら大きすぎるかもしれないけども、旅行の時とかやったらこれめちゃくちゃ使い勝手いいと。そして次がですね、これはね僕まだ使ったことがないからちょっと分からへんし、今後も使う予定今のところないんですけども、今のヒップモンキーぐらいよりちょっとちっちゃいかなぐらいの大きさないけども、これも比較的容量は大きいですね。ほんまにそういうメモ帳とかもすっぽり入るぐらいの大きさになってて、ちょうどまあメモ帳がしっかり入るぐらいの大きさですね。旅行
とかにはいいと思います。でやっぱりこういうバッグって全部クッションちゃんと考えられてるからね、これぐらい大きくなってくると使っててもね、こう体に当たったりしても全然問題ないというふうに思いますし、まあこれ以上のこと僕喋れません。なんでかってこれ使ってないから、それでもわからないということで、以上で終わりたいなと思います。そして次がですね、最も人気があったというか人気の、まあ、ワンツーフィニッシュでいきましょう。それがねこのノースレスのバッグね、ここにねマネキンでかかってる時からなんかええなと思ったでしょ。なんかこれ何のバッグなんやろ。これノースフェイスのオリオンっていうバッグなんですけど、で僕がね3年ぐらい前にハマったボディバッグがこれなんですよ。で2年ぐらい前にハマったバッグっていうのが次紹介しますけども、3年ぐらい前にハマったバッグで、これもずっと一時持ってましたねっていうぐらい、もう使い勝手完璧、そしてバッグへのアクセスのしやすさ、この上からパッて見える感じ、もうそれも完璧。もうこれ以上のバッグに僕多分出会われへんやろなと思ってね、これと一生ね向き合っていこうと思った時にですよ、だいたいそういう時にまた最大のライバルが現れるじゃないですか。それが誰なのかと言いますとですね、今回ブランドが違うんですけども、こちらのねアークテリクスのマンティス2、まあ、マンティス1というバッグに出会っちゃったわけなんですよ。でも当時は思いましたよ、いやいや俺はもうオリオンと一緒に一生を過ごしていくって決めたんやと、心に誓ったんやと思ったんやけど、もうこれを見てみて、あちょっと悪くない、ちょっとオリオン一回ちょっと寝といてと、今回マンティスと一緒にちょっと出かけてみるわなんて出かけたらですよ、全くもうオリオン使わへん、もう過去の女、これはもう現在の女はこれやっていうことでね、何が良かったんかっていうと、まあ、形自体もちょうど正方形みたいな形してるから、まあ、入れやすいっていうのもそうなんやけども、それ以上にこの後ろですね、ここのスマホにこれ入れるっていうこの斬新な発想、これアークテリクスよう考えましたねと。だってねオリオンも相当今までかゆいところに届いてましたよ。もう料理もできるし家事もできるし見た目もいいしもう悪いことないって言ってたんやけども、このマンティスはそれにもう一個加えてもうスタイルも抜群って感じ。もうそしたらちょっと申し訳ない、もう過去の女でも一緒に売れへん時から一緒におったよとオリオンね、わかるけどももうちょっと今はこっちの方に行かせてくれっていうことで、大体皆さんこっちに移動するわけなんですけども、その名がですねマンティス2というお名前になってるんですけども、それで、まあ、大体ここに皆さん浮気されるというのが定番の流れということになっております。そしてまあバッグというとですね、グレゴリーっていうのもねこれも有名なバッグではあったりするんですけども、リュックではね確かに有名ではあるかなと思いますけども、このボディバッグ界隈において最ももう覇者と呼ばれてるのっていうのは、まあとにかくこのマンティスですわ。このマンティスを語らずしてボディバッグのことは語れないっていうぐらいこれは人気なんですけど、その代わりカラーもないですけどね、もうブラックのカラーなんか瞬殺で売り切れるからほんまずっと見るからないんですけども、まあそういったバッグと、でまあグレゴリーのことについては僕もこれあんま使ってないから言うことないんやけども、ボディバッグの最大の欠点ってこういうフラップのあるタイプってわかります？噛むんですよやっぱり。で噛みやすいからこういう感じでね、あんま僕フラップのあるタイプっていうのが好きじゃなくて、もうこのフラップはもうなしでいいよっていう発想なんやけども、まあこれはブランドによって、ね、考え方違いますけども、僕はあんまり好きじゃないということがなっていました。で今までアンケートを取った中で最も不評やったバッグっていうのもそのためだけにわざわざ買いました。だから僕普段全然使わへんねんけども、以前アンケートを取った時に、ね、一番不評やったバッグっていうのがこちらのバッグで、まあ、ブランドとかは言いませんけども、まあ、とあるブランドのとあるバッグでございます。しっかり本革の、ね、バッグ使ってるんですけども、まあ、何がダサいのかっていうとですね、まあ、例えば今パッてかけてみましょう。どういうところがダサいかっていうと、やっぱりボディバッグにおいて縦っていうのは邪道なんですね。縦型っていうのは少しこうファッショナブルから遠ざいていくというか、こう休日のお父さん感が出ちゃうということで、やっぱり縦型はねめちゃくちゃ不評でした。まあ後ろとかで背負ったら分かんのかな、どうなんやろうな、これどうやって背負うのが一番分かりやすいのかちょっと分からんねんけども、でも縦のバッグってね持ってある方もいらっしゃると思うんですよ。だからねそれはそれでもう自分自身はね割り切っちゃったらいいと思うんですよ。人の目なんかどうでもええと、俺はこれ持ちたいから持ってるんやっていう感じで全然いったらいいと思うんやけども、ただ一般的に言うと、もしかしたら次買うときはですよ、縦いくんじゃなくて横長もしくは正方形ぐらいにしといた方が、まあ、女性受けもいいし同性受けもいいかなっていうところはあるかもしれないですよね。っていうのも、まあ、ほとんど見てもらったら分かる通り大体正方形か横長ですよね。なんかこれ綺麗にこう段々になってるけどもね、まあそんなことどうでもいいんですけど、まあ綺麗にそうやって横長とかになってるから、そう考えるとあえて縦長を選ぶ必要ってあんまないから、もしかしたら入れやすいとかっていうことがあってねやってるんかもしれないです。ほらもうこんな袋も入れっぱなしにしてますからね、使ってないんですけども、
まあ、もし仮にこれを持ってはって、あの娘さんと出かけるときとかはね、ちょっと違うバッグを持ってみてもいいかもしれないですね。自分自身一人だけでね行くときは、まあこれ持ってね、あのパチンコ屋行ったらいいと思うんですけども、ちょっと娘とはイオンデートすんねんっていうときなんかはね、あのさっき言ってたマンティスなんかねいいかなと思うんで、こんな感じでね、そうとあれパパいつもよりちょっとなんかおしゃれな感じ出てるやんって言われるかもしれんし、そうなったらパパも鼻高いじゃないですか。だからまあそういう風にね、これを選んでいただくのも一つじゃないかなということもありまして、最初も言いました通り僕のねこちらのボディバッグを選んでいただくのも OK ということなんですけども、あのね今年1年がね最も縁起のいい日っていうのがあるんですよ。例えばこういったバッグとか買いました、いつ使うんですかって言ったら、もう大安とかっていっぱいあるんだけども、その中で今年最も縁起のいい日っていうのが3月の21日なんですよ。3月の21日っていうのはもうスーパー転写日って言って、もうありとあらゆるいい日が続いてるらしいので、もし例えば財布買うとかね、バッグ買う、服買う、スーツ買ったで新しく下ろすってなってる時は3月21日がめっちゃいい運気の日らしいです。僕はあんまそういうの信じひんねんけども、まあそういうの信じる方もいらっしゃるじゃないですか。だからまあそういう風な感じでね、あそうなんや、ほんならじゃあ春先までにちょっと買っとこうかと、で春先になって3月21日に下ろそうかと、ちょうど確か祝日ちゃうかな、そうですね、ちょうど秋分の日ということでね祝日になっておりますので、そういった感じでねボディバッグ見るのもいかがかなということで、今回僕の持ってるボディバッグ全てをねご紹介させていただきました。まあ過去のアンケートとかも含めていろいろお話しさせていただきましたんで、まあ、気になる方は下の動画説明欄から見てみてください。ちなみにこの僕の作ったボディバッグも1000個以上あの購入していただいておりますのでね、合計で1500かな、2000近く多分そろそろ行くと思うんですけども、まあ、皆さんに買っていただいておりますので、このマンティス2もいいんですけどもね、このタク2の方もね見ていただければなということで、本日はですねボディバッグ全部紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。タク蔵のメンバーシップの方を募集しております。先行動画が見れて限定動画もやっちゃってます。そして飲み会があったりとか、カレンダーを毎月プレゼントしておりますので、僕と同じカレンダーにしていきましょう。そしてお名前のスポンサー、そして記念品をプレゼントさせてもらっているので、下記の方法からメンバーシップお待ちしてます。